アーセナル。まずはじゃあ冨安から行こうか。日本人だからもうさ。これね、冨安が、これさ、まあペースとかはまあ遅く見えるし仕方ないから、ね、パスもっと高くていいけど、このね、ここ、ジャンプよね。ジャンプがめちゃくちゃ低くて、ジャンプが70で、で、ヘディングが69なのよ。で、空中戦弱い弱いよ言われてるホワイトのジャンプ9も高いのよ。ヘディングは一緒なんだけど、精度は。これが結構納得いかねっていうね。ロコンが妥当。ロコンが妥当だね。トーマスはまあこんなもんなのか、まあもっと高くてもいいけど、まあ怪我とかもあったし、バランスもっと高くていい感じしますね。冷静さはもうちょっと低くてもいいかな、中ぐらいかな。イメージ、でもこれイメージだね。で、あとはロングシュート。ロングシュートもうちょっと高くていいかなと思って、あとシュート力。もう90台あっていいんじゃないかと思いますね。そう、だって冨安さ、今節の、なんかあの、空中戦勝率さ、プレミアナンバーワンだったじゃん。次のアップデートで期待ですよね。この冨安のこの能力の低さは。田中碧の冷静さが68か。ねえ、デンベレより絶対冷静なんだけどな。まあまあ、経験値ってとこでしょうね。意外にスピード系の項目サックされてるね。スタミナがもっとあっていいですね。88あっていいね。ドリブルなんかも80上度はあっていいんじゃないですか、いくらあれでも。ロングパスも80あっていいでしょ。ショートパスも。うん。この辺なんかちゃんと能力上げてからキャリーも始めたいですね。田中碧は多少動かされてますね。久保見とく。80か。久保も75なんだね。何が低いんだろう。ペース、ああ、でも上がってるね。パスが低いな。ね。いや、久保冷静さ90でしょ。久保冷静さ90、攻撃ポジション、まあ、得点取ってないから73くらいかな。視野が85はあると思いますよ。もっとあるかな、視野。逆にちょっと甘くなりすぎないように今頑張ってる、ね。加速高くてダッシュこんぐらいで、まあ、そうそうそう。で、ジャンプ低い、スタミナも、あとそうか、プレスバック遅れる時もあるから、78くらい、80いかないぐらいはってあげてほしいけどね。クロスは良くないね、確かに。コントロールは90あっていいと思うな。ね、で、決定力もそんぐらいか、ヘディング。ショートパスが80あっていいんじゃないかな。守備も意識は高いんだよね。守備も意識60ぐらい。ロングシュートが72、3はあっていいんじゃないですかね。かな。あと日本人で見たいのは、あ、南のとこか。絶対南の見とこ。南野は顔ぶれ変わってんのかな、まだあの、なんか、オブスな感じにされてんの。南野75は、逆に南野75は妥当な感じするけど。あ、でもディフェンスもっと上げてあげてほしいね。めっちゃ守備するからね。食らいつく守備するじゃん、みたいな。バランス高っ。でもまあ、そっか、寄せられたところでは一対一を決めてるし。南野の攻撃ポジション70妥当だな。そうだね。南のちょうど、結構南の全体的にちょうど良さそうだな。うん。なんだこの南ののしっくりくるか。逆におもろいっすね。エイエ引く。エイエワイナルドームと同じか、もうちょっと高くていいね。エイエのペースが低いな。いやー、ゲイエしや、これ絶対あれでしょう。カンテ負けれるラインの選手の、ちょっと介護感みたいにしてるでしょ、絶対。いや、ゲイエは普通に視野広いし、攻撃的に使える選手だからな。何よりショートパスが低すぎる。87ぐらいはあっていいんじゃない、守備意識なんかも95ぐらいあっていいですよね。ゲイエムカつくな、この設定のされ方。かわいそう、ゲイエが。キンペンベは冷静さちゃんと10ぐらいにしてある。キンペンベが80も冷静じゃないよ。冷静ならこんな見た目にならないもん。パリピすぎるでしょ。いや、イカルディも冷静ならワンダーナラと結婚しないでしょう。20よ、イカルディ。なんだね、マイナスでいいよ、イカルディの冷静さは。先輩のね、奥さん寝とって、ね、結婚しちゃって、その奥さんが代理になって暴れ散らかしてんの止めてないんだからさ。絶対冷静さマイナス20ぐらいでしょ。なあ、そう思うか、あのゾーンも。マルシャルの攻撃意識、マジ笑う。ちょっとみんなで予想しよう。言っても低いべ。60台とかでしょ。マルシャル攻撃ポジション。70キーやないって。マルシャルはボール来るまで突っ立ってんだから。
攻撃意識。わぁ、おもろ。攻撃意識低い。守備意識低い。なんでサッカーやってんだよ。意識低い系サッカー選手。手を組む時代のマーク明け地形損失も驚く準備を試合の数だけして奇跡を逆算するやつ集まれ。